ばんは、錦の工房です。何回依頼やったかもう分かんないね。はい、ということで依頼品、表意装着ライナーです。知り合いさんから依頼をいただきましたということで、いやーね、ちょっと見せる前に言うんだけど、結構いい出来になったんじゃないかなと、まあ、勝手にハードルを上げてポイッとお見せしますが、こんな感じに仕上がりました。もうちょっと名前わかんないけど、このモンスターと、まあ、人型本体と2種類のキャラが存在しているイラストですね。はい、結構頑張ったというか、はい、頑張りました。で、どこを頑張ったと言いますと、拡大しもしてみましょうか。具体的にどこを頑張ったかと言いますと、厚み調整ですね。カードって、薄いなんかティッシュが何枚も重なってるような構造になっているので、それを薄く削いだりしてやってるんですよ。この腰回りとかね、これを全く削がずにやるとガンガン厚みが出てしまって違和感が出てしまうんですけども、今回これは何だろう、これ何分の1とか、この黒い衣服のところ何分の1になっちゃう、これは全くしょうがない、これ2分の1、これ3分の1の厚みとか、こことかこことか全部厚みを変えてるんですね。で、ニーソの部分はこれも分割、ちゃんと分割してまして、ここも極限まで薄くしてやってます。全く削がないでここに線をピーッと引いて終わるっていう人もいるんですけど、今回は削いでみました。もう完全に限界まで薄く削いで、という風にするとここまでリアルに仕上がるという感じですね。あとこのイラスト的にこう裏にめくれてるっていう表現をどうしようかなって最初悩んだんですが、これをうまい感じにこの下に食い込ませるという作り方をしていたりとか、まあ杖にちょっとデジンを塗ったりとか、そういうところに結構苦労してますね。結構細かったので、ここに筋彫りをしてね、ちゃんと彫り込みを入れて塗ったりとか、ここのパーツ分割、ここレジン、手目のところにもレジンと、このモンスターの方にねレジンを塗ったりと、かなり工夫をされて、そのいい腰つきの、とてもはい、いい腰つきのに仕上がりました。はい、個人的にもものすごく自信作と言いますか、すごく好きな作品になったので、もうあげたくないあげたくないって、まあ、言ってたんですけども、はい、依頼品なのでもちろん、はい、プレゼントということで、いつものそういつものプルプロのケースに入れて発送したいと思います。で、毎回依頼してくれた方に必ずこの裏にね、メッセージカードとか入れてますので、それもまだ書いてないので、感謝の気持ちを込めて書いてから送りたいと思います。はいね、本当にもういらなくなったとかなったら僕に本当に返してほしいぐらい、自分の作品が僕好きすぎるので、なんかもう飽きていらないと思ったら、ね、僕に返してもらってもいいんですよみたいなね、はい、っていう感じで、表意装着ライナの立体カードでした。シャドーボックスって言い方だけど、ね、立体カードでした。はい、それではまた、バイバーイ。